方社長の、まあ、右にも左にも行く原因は、まずここでシャフトクロスです。僕これ今フレループで説明させてもらいますが、シャフトクロス、シャフトが寝てそのまま当たってシャンクと手を返してフックになる。両方出るんや。両方結局出るんです。それが社長はここからこうやからもう詰まってフェースが開いてやからその極端に出てしまうんですね。でこれもう僕の考案したフレループですけども、まずシャフトクロスになりにくいです。っていうのもシャフトクロスっていうのは右手の力ずくでクラブを上げる人特有のエラーなんです。で、じゃあ力抜きますね。力抜いてブランブランブラン。この延長には何があるかっていうと、こっちにこのオレンジ色のボールが落ちるレイドオフっていう形ですよね。まあこのレイドオフにちょっと左手の力を加えたらオンプレーンになるし、これが右手の力を入れるとシャフトクロスになるんです。だからまずは右にも左にも両方原因は同じなので、そのシャフトが寝て降りてくるのを直さないといけません。で、その寝て降りてくるのはシャフトクロスが原因ですから、このフレループでちょっと柔らかくしといて、練習器具の言う通りにこうやって振ってみてください。どうですか、後ろのカメラさん。全然これシャフトクロスにおそらくなってないと思います。右手に力入れるとこうなるんです、はい、こうなるとこうなるんですっていうのが行って帰ってっていうことですね。そうですね、はい、だからちょっとこれ前で一度振ってみましょう。はい、まずは力抜いて左右にこうやって揺さぶってください。おー、いい感じ。はい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 、で、はい、そこからビョーンと上げていって、力さえ抜いてもらったら絶対ストップ。力抜いてもらったら、力を抜くっていうのは絶対にクラブの重さと遠心力がこっちにかかります、うん、シャフトクロスはこの右手の力以外何もないんですよ。だからいかに脱力するか、僕はだからこのフレループを振ってもらうときに、あの脱力っていう言葉を必ず言います。力を抜いてフレループの言うことを聞いたってください、はいはい、でそれを、はい、往復向こうにも振って、はい、戻してきてビョーンと、そうそうそう、往復で、往復で振ってみてください。一気に弱りました。はい、こんな感じですか。はい、で頭をできたらその位置に残しておいて、左右の、あ、そうそうそう、いい感じ。どうですか、シャフトクロスにならないです。あ、なんかスムーズですね。オーケーオーケーオーケー。その感じで、はい、はい、今度はナイスショットが必要になりますから頑張ってください。よろしくお願いします。あの感じをつかむのが大事ですね、うん、ですね、動きの、うん、で今の感じでクラブでそれ